こんにちは、本郷奏太です。今日はポケモンカードを開封していきましょう。本日発売、白熱のアルカナ。久しぶりの診断なので、とても楽しみにしておりました。それでは開けていきましょう。白熱のアルカナ。アローラロコンちゃんが主役な感じです。とても可愛いね。これを使ったシールド戦も開催されるみたいで、そちらも非常に興味深いですね。とにかく早速開けていきましょう。ヤトウモリ。ホエルコ。エネルギー付け替え。メガヤンマ逃げゼロ。エンテイ。チルタリスが、おお、キラキラした。ミラー仕様で入っています。ギギアル。ドーブル。これね、シールド戦めちゃめちゃ強いですよ。引いたら引いた枚数だけ入れたり、いろいろパレットがエネルギー加速としてめちゃめちゃ強い。ヤンヤンマ。はい、サーナイト、美しすぎる。ああ、美しい。お花畑で、こう、穏やかなサーナイトさんが出てくれました。いきなり来た、振袖の HR。わあ、2パック目で HR が出てしまいました。しかし、振袖さん、なんか素敵な感じですね。の HR でした。雇うもり。早速 HR が出てしまいましたが、まあまあまあ、もしかしたら2枚箱とかいう可能性がありますからね。開けていきましょう。フォッコ、切り刻ん。はいはい。お、セレナさん。これね、2つの効果ともどっちも強いから、すごいいいサポートだと思います。ナッシー。お、レア。ザシアン。たまたま。チュリネ。ヒンバス。たまたま。ギギギアル。トリプルギアは、進化させた時に3枚までエネルギーが加速できる。ボルケニオン。お、ミクリさんのこのミラー仕様が出ました。シールド戦ではね、たくさんサポートが出ると嬉しいです。ギアルが完全に噛み合っている。ストライク。雇うもり、仲間を呼ぶはいいですね。ホエル王。お、バドレックス王のサイ、あ、なんか、ゴミがついてた。サーナイト。おー、キラキラのサーナイト。ペラップ。ペラップは、逃げ根ゼロなので、すごく入れやすいですね。種なのに逃げ根ゼロなので、使いやすい。そしてサイクルドローも強いっていうね。これいいですよ。ギギアル、マスキッパ、ただれる唾液、毒やけどでヒンバスを気絶させてしまうっていう未来が見える。ルージュラ、カプテテフ、お、サーナイトのキャラクターレアじゃないですか。カルネさんがね、すごいこの、かっこいい神殿的なところでサーナイトと、こう、仲良くしている。素敵。ジャローダが欲しいな。ジャローダのデッキを組みたいので、ジャローダが欲しいです。ニアスパは可愛い。この手芸は可愛いぞ。小刀は困ったな。V ガードエネルギー。これも新しい、特殊エネルギーです。ウィンディー。あ、お、V。マギアナ？ホウオウか。ホウオウ V ですね。ホウオウ V はちょっとトリッキーな性能ですが、上手に使えると強い V ですね。これは。ホエルコ。ヤンヤンマ。たまたま。ペラップー。ダブルターボエネルギーがまた入りました。これは強いエネルギー。ザマゼンタはマジで強い。耐久力も半端ないし、この前の相手の番に自分のポケモンが気絶してたら220が出るっていうすごく強い子です。最後、ラルッチじゃないか。ラルトス。かわいい。このお目目が見えてるの珍しいですね。すごくかわいいです。振り袖。小刀。フォッコ。かわいいイラストだ。なぜこんなに地面がすごい急斜面なんだ。チルタリス、キラキラしている。エンテイが2枚目出た。最後ナッシー。ギアル、完全に噛み合っている。ラブカス、こうするとハートに見えるなーって僕が今気づいた。世界で一番初めてハートに見えることに気づいたポケモントレーナーかもしれない。ハッサム。ジャローダメ、これは嬉しい。これはね、欲しかったし、強いので嬉しいです。ということは、これ、次、ジャローダ V スターが来るはずなんですよ。おー、そうそうそう。こうセットでね、封入されているっていうことです。に、いいね。ガーディ。やった！欲しかった！ジャローダ V は出ました。こうやってね、進化ラインがセットで出てくれて揃うっていうのがとてもありがたい親切設計ですね。キルリア、リファイン強いよ。エンニュートさん、エネルギー付け替え。ウィンディ。よっ、お、カイオーガさん。おお、ドーブルのキャラクターレア。これはすごくイラストも素敵だし、いいですね。そして強いですからね、シールド戦において。おお、これは嬉しい。この10パックでシールド戦のデッキを組むとしたら、まあこんな感じかなという感じで並べてみました。ただ開封をするだけのつもりだったのに、こんなことを始めてしまったら、ものすごく時間が経ってしまった。
あとの10パックは普通に開封だけにしよう。さて、気を取り直して残り10パック。ドーブル、いいね。ラルッチ、ラルトス。ガーディちゃんがこう、ベロを出しながらピョーンって飛んでる、すごく可愛い緊急ゼリー。こちらもね、もしかしたら強いかもしれない。ザルードさんがドンと構えている。ストライク、ギアール。シュリネ。ペラップー。雨宿りしてるんだね。メガヤンマ。フリーザーも強いと思います。麻痺にできちゃうっていう子ですね。フォッコ、ニャスパー。ホエル子、喜んでいる。マフォクシー、かっこいい。ギギギアル。ミュウツーさんもね、これ強いですね。リミットブレイク90で、相手の残りサイド枚数が3枚かなら90追加、強い。ルージュラも強いです。V にやられても、サイドを取られないと。マスキッパがこう、なんか可愛いね。こう、笑ってるのかもしれない。ラルトスいっぱい出てきてくれてありがとう。ニャオニクス。ポケモン入れ替え。これはもう3000回ぐらい見たイラストですね。そして対戦でも1000回は使ってますね。ポケモン入れ替え。ボルケニオン。ギギアル。ガーディ。コマタナ。ラルトス。翡翠ドレディア。なんか光ってるように見えた。V だ。V はこれはね、欲しかったです。レシラム V ですね。おー、いいね。きらめく翼がとても強い。ホワイトブレイズ200点も強い。レシラム V が出てくれました。最後、エネルギー付け替え。これはまあ、200回ぐらい見た感じかな。よいしょ。シンバス。テールナー。キャプチャーアロマ。これもね、強いんですよ。表なら進化ポケモン、裏なら種ポケモン加えられるっていう、どっちに転んでもまあ、1枚持ってこれるよねっていう嬉しさ。お、そしてアローラロコン V が来ました。ということは続いて、アローラロコン V スター。可愛いです。君。可愛いです。何ですかこの、お目目クリクリで。可愛いですね。ここもこう、毎朝セットしてるんですかね。とても可愛いです。アローラロコン V スター、ようこそ。おー、ミロカロス。かっけー。CHR のミロカロスがミクリさんと共にいる。これはかなり神秘的でかっこいい。水のパックでしたね。水パックだった。ギギアル。ミクリさん。ラブカス。よいしょ、ニャオニクス、白いニャオニクス。ザシアン、かっこいい。最後、マフォクシー、チルッと、フォッコ。お、ジャッジマンがようやく出てきてくれました。ジャッジマンも、まあまあまあ、100回は使ったことあるかなっていう感じですかね。ミロカロス。お、輝くポケモン、そうだ、出てなかった。アマージョ、これ強いんですよね。毎回自分のポケモン全員を20ずつ回復するっていうことができる、とても強い特性を持っています。マスキッパ。最後1パック。ホエルコ。ストライク。ルージュラ。お、セレナさん。そして、お、SR って書いてあるんだけど、え、嘘、2枚箱だ。1箱に本来、大体、もう大体1枚しか入ってないと言われる、その SR 以上が2枚、2枚目来たぞ。やば、え、熱いね。しかも最後1バック。いやー、すごいぞ。なんだ、ポケモンっぽかったね。見ていきましょう。V でしょ？ V で、なんかこの緑色の背景、なんだろう、ジャボーダンかな？お、マギアナなんだ。マギアナが、緑色の背景で。おー、かっこいい。やったー。初めてじゃない？動画で2枚箱を開けれたの。やったぜ。最後、キリキさん。やったー！ 2 枚ゲットしたぞ。さっきの振袖さんと合わせて、同じ箱から2枚出た。ほら、すごい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 、やったー。後半10パックめちゃめちゃ強かった。ということで、今日もポケモンカードの開封をしていきました。まさかの SR 以上2枚箱をゲットできたので、非常に満足しております。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また見てくれると嬉しいです。バイバイ。